東芝デバイスストレージ株式会社は、株式会社、東芝の連結子会社であり、東芝グループの中でメモリ事業を除く HDD をはじめとするストレージ、LSI などのデバイス事業を行う中核事業会社である。2017年7月1日、株式会社、東芝の社内カンパニーであるストレージデバイスソリューション社が分割されて発足した。 同年に行われた株式会社、東芝の会社分割による事業分社化のうちデジタルプロダクツ、電子デバイス領域に該当する。株式会社東芝は2017年に事業の分社化を完了させたことにより、現在は純粋持ち株会社の役割を担う。本社は東京都港区芝浦1-1にある。なお、 フラッシュメモリを中心としたメモリ事業は2017年4月1日、記憶シや株式会社に承継された。技術サポート、製造、販売、半導体製造装置、部品材料、製造、販売投資倍無計4313マット2003年12月には、世界最小となる0.85インチハードディスクドライブを開発し、2006年に、 au 向けの cdma 1xwin 対応携帯電話 music hdd w41t に搭載したこの hdd は世界最小のハードディスクドライブとして2005年版のギネス世界記録に掲載されていた2012年にハードディスク全分野の製品の提供とストレージ事業のさらなる強化またウェスタンデジタルの hgs t 買収に伴う 河川化対策として、ウェスタンデジタルからコンシューマー向け製品の一部の製造設備、知的財産とニアライン向け製品の一部の製造設備。それまで製造していた2.5インチ以下及び、エンタープライズ向け3.5インチのハードディスクに加え、クライアント向け3.5インチのハードディスクの製造も開始した。生産拠点の集約による効率化のため、ウェスタンデジタルには、 東芝ストレージデバイス株式会社の子会社で2011年のタイにおける洪水で被災し、休止していた生産主会社の東芝ストレージデバイス、大社を譲渡した。パワーデバイスやトランジスタなどの個別反動体は世界トップクラスのシェアである。ありがとうございます。